はい、どうも、こんにちは。今回また Life is Strange Before the Storm 続きからやっていこうかなと思います。前回は、アメフト部のやつと会って、アメフト部のやつの意外な姿を見て終わったのか？ このドリューがさ、結構なんかや、なんか優しい兄貴っていうとこを見て終わったんかな、確か。これがあれか、正門とか。で、一応これから多分、フランクに、このフランクね、フランク、見えるかな、フランク。フランクに、まあ、ドリューから金を取れなかったっていうことを伝えに行くのかな？黒だね。まあ、日も暮れてきてね、確かに。昼ぐらいかな、行ったの。なんかメールがさ、ごめんね、何回も中断して。間違えた。バツだった。ああ、もともと3時か。じゃあまあ。金取れなかったって言いに行かないとな。てか、まだ山火事起きてんの？どんだけでけえの山火事って。まあでもでかいか。山だもんな。しかもでも結構大規模なね、インカで。早い段階で。あ！ライブじゃん。演劇の、誰もいないけど。あ、練習してる。あ、今日の夜からか。え、俺舞台裏に聞きに行っていいの？ え、舞台裏入っちゃっていいの？クロエ。絶対この視点から始まるでしょう、こんなの。めほちゃくちら。ゃな一日だ。やっとレイチェルと話せる。見つかればの話だけど。なんかメール来たな。ステフ。どこだ？これか。ステフだよ。今病院に向かってる。マイキーから話聞いた。ドリューかわいそうに。まだ信じられない。クロエがいてくれてよかった。ステフがいてくれるなら安心だ。他にできることがあったら言って。ありがとう。そうする。同行してくれるんだ、お前。ここも入れるな。おい、ヘイデン。ヘイデン、こんにちは。よう、ヘイデン。ファーディナンドと呼びたまえ。お、入りきってんねえな、役に。ファーディナンド。まあ、いいか。よう、ファーディナンド。なりきってんねえ、役よう、に。クロエ。じゃなくて、麗しきレディ。なりきってんねえ。いいなね。んつうか、役になりきってんな。ね。そうかな。ありがといや、気づくか、気づけ。役になりきってる以外言いようがないわ、お前。そこまで入ってたら、遊ぶってのが遊ぶって。SG はきっとステフのことだ。せっかく頑張ってたのに。え、これ、遊んでいいの？怒られるくない？目をね、ちゃんと見てね。クロエ・プライスがお届けする？ファイアウォークスペシャルレーザーショー。しょうもない。あ、そっか、今、正面で見てないのか、誰も。そっか。電気消した、ちゃんと。ねえ、電気つけたまま放置はよくないよ。ねよう、キートン先生。え。入り方、おい、ブようラッじゃクない。ウェル演劇家のミューズではないか。今も真実の愛は存在すると思うかね？ああ、聞かれたね。引いてんじゃん、黒い顔が。まあ、多分でちょっと弱い言い方あんま好きじゃないけど、まあ、ないなって思わないから、多分。まあ多分 でも詩とか歌にある愛は綺麗すぎて嘘くさいと思う。それはどうかな、お嬢さん。しかしステフが突如姿を消した悲劇に君の登場が希望をもたらすだろうか。なんかこいつもあれだな、変わってんな。なんかあの、そうっす ね。掃除の人と一緒でさ、あ、乗ってない格好には、あれと一緒で彼女はさ。照明を司る獅子だった。だが開演を遅らせるわけにはいかない。あ、そっか、ステフ病院行ってんのか。そっか、連れて行ってくれてんのか、今。あ、じゃあいないのか。変なおっさんだな。こう、俺が代わりにやんの、照明。いいよ。
任せて。ステージには絶対上がらない。絶対なんか怖くない？ぶっつけ本番で証明渡されるの。あ、でも書いてっか、順番とか。レイチェル、用事はうまくいってる？ドルネハでやばいことが起きた。ほんと最悪。そう、クロエは大丈夫、話聞くよ。うん、後で。劇が終わるまでは心配しないで、舞台裏にいるよ。分かった、今行く。お、久々だね、レイ。あ、練習してんじゃん。ごめん、邪魔するわ。レーナ、ブグバグ、ブグバグ、ミブグバグ、合わせてブグバグ、ムブグバグ、ブグバグ、ブグバグ、ミブグバグ、ブグバグ、ブグバグ、ブグバグは初めて聞いたな。レイチェルは日遊びカイルピョコピョコミピョコパック。剣を持たせたらどうなる。ブグバグ、うせえな、ブグバグ。おい、ブグバグでも言いやすいな、割と。これだけ準備したのに、マイキーのために全部投げ捨てられるステフってすごい。何これ？あ、時間、タイムスケジュールか、これ。なんだこれ？多分タイムスケジュールやん。ブグバグうるせえな、おい。ブグバグ、ブグバグうるせえわ、ちょっと。ブグバグでもいいな。あ、サマンサ、タバサ。サマンサ。ああ、あいつじゃん。どうした？姉さん、聞きなさい。できないよ、パパ。無理だって。声が大きい。パパは分かってない。俺は嫌われてるんだ。笑われるだけだよ。なぜか分かるか。姉さんの父。知らないよ。それはお前が弱さを見せるからだ。今そうしているようにな。でもパパ、いつになったら分かる。怖いな、パパ。これはお前だけの問題ではない。プレスコット家のパパが怖いっていうか、姉さんがちょっと弱いな。私に恥をかかせるな、姉さん。はい。よし、では。え、プレスコット家の御曹司、この役で大丈夫？劇の後でな。なんか言う、黙ってる。いやー、これむずいよ。なんか言ってもって感じじゃない？姉さん。お前メイク似合ってんな、でも。かっけえぞ、お前、結構。さあ！いやー、もう行き場がないんだな。親に反抗できないっていう、そのいい子だからさ、ね、ベースが。ベースがいい子だから多分親に反抗できないんだわ。どうやって入ったの、そこ。入れないよ。さまさ。ん、仕切り板。ビッチとか古すぎ。古いからビッチ。VC、もっといいツッコミを頼む。あー、俺書いたな、そういえば。板に書いたな。なあ、姉さんの父親、すげえ感じ悪かったな。本当、あんな父親、消えちゃえばいいのに。言い過ぎ。まあまあ言い過ぎだよな。まあ言い過ぎ言い過ぎ。確かにクソ野郎だったけど、人の親に消えろってのは言い過ぎじゃないか。クロエ、そんなつもりじゃ。ごめん。あ、気が強えのか弱えのかわかんねえな。それとも冗談だよ。わかってる。クロエのダークなセンスって姉さんみたい。は？っていうか、二人はよく似てるよ。は？どういう意味だ？ぶっ飛ばすてめえ、おい。だってさ、は？二人とも芸術が好きで繊細でしょ。ギク。辛い思いもしてて、ギク。周りに誤解されてる。ギク。姉さんをかばったのは気持ちがわかるからだよね。まあまあ、でもわからんでもない、確かに。かぶってるとこある。でも私が何かしようとすると逆効果みたいで。お前、あなたが姉さん好きなんじゃないの、お前。おいおい、姉さん好き。何やっても無駄とは言いたくないな、こういう状況で。まあ、そっとしておくってのも、まあね、迷ってしまって。まあ、あえてでも差し伸べるのはありだと思うけどね、ああいう子って。あえてね。めちゃめちゃ切れてる時に分岐した。本当は、
そういうのが必要なのか。まあまあそうだよそうだよ、人ってのは。昨日の姉さんも切れてたけど、本心は嬉しかったはずだ。まあそう思うしかないよね、うん、ありがとうクロエ、あなたに聞いてよかった。この子でも出てきてないんだよな、ライフイズストレンジで。それはちょっと怖いよね。この子もしかしてなんか起こるんじゃないか。男子の楽屋、悪いけど遠慮しとく。ああ、こっち男子なんだ。言ってよ男子の楽屋って。じゃあ女子の方に行けばあいつ会えるのかな。ブグバ グいいね、いいね、いいブグバグ。なんかないかな、落書きできたかな、もしかして。あっ、チェイス。いやバレるでしょ、なんそんな足音立てて入っててさ、バレないわけなくない。ガタガタっつって。あ、なんか薬忍ばせない、薬忍ばせてるぞお前レイチェルに。多分これおいおい危ない匂いがするね。バレるバレる、普通そんだけ足音立てたらバレるでしょう。何だったんだ今の、めちゃくちゃ怪しいな。怪しいな。ビクトリア、飲み物に何入れたんだ。急げ、今デイモンと話した。ガキに思い知らせたと言ってた。お前のことは見てない。何があった、金はあったのか。プライス、金はどこだ。真面目な話だ。舐めた真似はよせ。生きてるなら返信しろ。明日を説明しろよ。優しいな。明日まで待つんだ。優しいな、結構。なんかないの、ここ見れるとこ。あ、お茶だけかな現状。あ、いいね。てこの舞台裏の鏡までそんな装飾しなくてよくない？まあそれだけやっぱやる気がね、やる気があるってことか。あ、全身タイツみたいな服、ママに連れて行かれたエアロビ教室を思い出す。まあまあエアロビそんな感じだもんな。まあまあ詳しくねえけど、エアロビに。メモ用紙でバッチリ仕切ってる。午後6時までに衣装＆メイク。ああいいね。しっかりしてんね。こんな鳥のお化けみたいの誰がつけんの？絶対嫌なんだけど。装備っぽい。モンハンの装備っぽいじゃん。ちょっと。へえ、この仮面結構かっこいいな。あ？レイチェルがつけるのかな。あったあった、ポスターにあったじゃんこれ。なんかどれか、ああこれ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 じゃん。ビクトリアが何をしてたのか。ああまあそうだよね、突き止めないと。こっち側もいけるんだなってことを確認したかっただけよクロエ。ねえクロエ、メモ。化粧して舞台に上がるなんて、やっぱ演劇なんかやりたくない。メイク道具ない人は私か K 先生まで。バック。雑。ちゃんとやって、ちゃんと。ね、雑じゃない？バレるじゃん。ビクトリアって写真の才能はあるみたいだ。それがなぜかすげえムカつく。あ、なんかネイスさん浮かない顔してんな。あ、兄弟愛じゃん。あの、このシーンを切り取るってことは割と心は綺麗だぞ。お前、このシーンを写真に撮ろうって思えるってことは結構綺麗よ。ビクトリアも。あ、ああいう人になりたいなってコーチが思ってんのかな。お、いいシーン撮ったな。ちょ、割とやっぱセンスあるかもね。そういう意味では、本当に。なんか、ああ、延長コードか。禁止管材？やばいやばいやばい、バレるバレる。雑に出すから、ほら。紅茶が冷めちゃ。何してるの？ここは関係者以外立ち入り禁止よ。関係者だもんな。いや、どうしよっかな。あえて暇つぶしって言う方がおしゃれかもな。レイチェルのためじゃなくて、まあ、レイチェルのためなんだけど、あえて。って暇つぶしって言おうか。劇を見に来たわけじゃない、楽屋で裸になってる奴らをからかおうと思ってさ。あ、そう。
お茶を飲むんじゃないぞ。知ってる？古代ギリシャ劇の風習では初演の夜、代役が主演にお茶を入れるんだって。それまで学ばせてもらった感謝を込めて。それに倣って私もお茶を用意したの。あなたの才能が大勢の前で輝きますように。そんないいやつじゃないだろう。それはレイチェル飲むな。ありがとう。ビクトリアの気をそらす、何これ。ビクトリアの気をそらす。でもレイチェルに言ったらなんか、さすがのお前ビクトリアでもそんなことしねえよみたいなレイチェルが言ってくるかもしんないから、まああえて。また今の聞こえた？何？何も聞こえないけど。あ、聞こえた。キートン先生が呼んでるみたい。そうなの？あ、セットの配置で私の意見を聞きたいのかも。待ってて、すぐ戻るから。おお、賢いなお前。今の。何なの？薬を盛り上がった。そんなことだろうと思った。どうする？今のキートン先生のさ、言い方やばくない？相当だと思うよ。あの反応の良さ、アドリブの。まあ、カップをすりからちょっとな、性格悪いよな、それはそれ。だってビクトリアも出るんでしょ、一応。出ないっけ？あ？で、あいつ出ないっけ？でも服変わってなかったもんな、あいつ。まあまあ、聞けばいいんじゃない？まあなんか、すり替えりゃちょっと立ち悪いもんな。本人に直接聞いてみるか。直接対決？私らしいだろ。クロエのそういうとこ好き。やだ、あらやだ。先生は、ネイさんと喋ってた。またすぐ呼ばれるかもしれないけど。まずはクロエがお茶に薬が入ってるって言うんだけど。え？嘘に決まってるでしょ。落ちこぼれのクロエは私を逆恨みしてるのよ。哀れな人生には同情するけど、八つ当たりしないで。んだと、クロエ、ビクトリアは友達だよ。ちょっと待って、これミスったじゃん。ミスったじゃん。お、いや、どっちだろうな。いや、飲んでもらうのがいいかな、逆に。証明してみろ。それ飲んでよ。え？好意を疑うなんて、ビクトリアに失礼だよ。でも、それで、ビクトリアが優しくて、いい人だって、クロエが納得してくれるの？あー、レイチェル、うまいな。いいよね。レイチェル、うまいぞ、これ。ビクトリア。落ちこぼれのクロエに思い知らせなきゃ。これは強いぞお前。こんだけいいこぶった演技もできんのかよ。飲めないじゃんおい。飲めないじゃんてめえおい。あ、満足。うん、とっても。もういい。嫌がらせは済んだなら失礼するわ。どっちが嫌がらせだよな、おい。やった。ああ、急にコントローラー揺れたんだけど。また助けてくれたね、クロエ。気にすんなって。しかし今日は本当めちゃくちゃな一日だ。あ、それ。もうごめん、一日の区切りがわかんねえ。あ、ちょっとやめて、ちょっと。カードは突然の変化を意味するって知ってた？クロエ、バタバタしてるもんね。あ、俺これ着ててよかった。まあ、でも全部あるんかな。全部セリフあったんかな。おしまいだ。舞台はもうおしまいだ。どうした？早かったね。え？若き芸術家たちよ、非常な知らせが届いた。悪魔の豪華によりジュリエットの行く手が阻まれたのだ。あー、あれかな。我らがエアリエルは囚う。あ、マイじゃなくてステフが来なくなったってことかな。しまった。本物の精霊のように風のごとく現れてくれたら。もう表現よ。直球で直球で。深刻な事態である。中止も致し方ない。俺でんのまさか。この公園は呪われている。もはやこれ以上の不運は考えられないだろう。あ、これあれかな、代わりに出てあれすんのかな。薬が効いちゃったじゃん、薬が。ボロボロやん、みんな。
いやいや。代役に、クロエはどうでしょう。やんねえからな。ジュリエットが来るまでだけでも。ロマンチスト。ジュリエットの衣装もぴったりだし。まさしく。まあ、かっこいいけど、ジュリエット誰？誰ジュリエット？ジュリエテク誰？君、これまで演技をしたことはあるのか？いや、演技ないっすね。あるわけねえだろ。ないないない。謙遜しないで。あ？いつも二人で寸劇ごっこをやっていて、すごく上手なんです。まあ、やったけども。今日の舞台の命運がすべて君のその細い肩にかかっているとしたら、なんというか。めっちゃ泳いでんじゃん。エッグフリーズしてるあいつ大丈夫か？クロエ、ねえ、お願い。あの人も集まってる声するね。ざわざわ。くそ。おわ、もうこうよりにもよって、このクソダサ帽子かぶんの。こんなことさせやがって。よりにもよって？マジでこれ全部覚えんのか？たく。レイチェルのやつ。いや、これテンペストプロスペロなん、あ、どれが俺の台本だよ。おい、どれどれが俺の台本よ。ジュリエットだよな、確か。エアリエル、まだ仕事がお約束になったことを思い出していただきたい。どうした、お前は何を望むのだ。え、ジュリエットいなくない？ジュリエットいなくないっす。エリオット、これもうすぐ始まるよ。いい席取ったんだ。今どこにいる？すぐにわかる。はあ？ここでまさかの登場だよ、登場。うわぁ、ダッセー。よりによって黒に一番似合わないタイプの服装じゃん。よりにもよって。え？怖い、やだ。ちょ、台本は？俺何こいつ。ん？あ、エアリアルじゃん。エアリアル。やば。じゃ、エアリアル見ようで、エアリアル。じゃ、エリアルかな、エアリアル、え？マジで、これ全部覚えんのか？いや、俺はじゃあ。たく、レイチェルのやつ。え、これ覚えた方がいいかな、マスカ。お呼びでしょうか、プロスペロー様。何なりとご用をお申し付けください。プロスペローね、プロスペロー。で、俺が次に？私は王の船に乗り込み、火の化身となり、みんなを驚かせてしまった。炎、そして恐ろしいうなりを上げる雷に、怪人ネプチューンも震え上がり、海は大荒れとなったのです。さすがは若精霊。もちろんです、王子のファーディナンドは。え、むず。え、ぶっつけ本までこれ覚えんの？え、俺これ、バスカーテストされるかな？まあでも、アドリブ力多分大丈夫でしょう。行きましょう。ん？なんかあったな。あ、落書きあんじゃん。落書きしてやろうぜ、記念に。口紅なんかもらったら落書きに使うしかない。ちょっともうクロエに似合わんなこれ。決めた。いやー、俺もっとなんかこうかっこいい感じがよかったな。なんかうまい、すごい左右対称なのからうまいわこれは。え、行くか。でも時間、あのこれで劇終わったらやめるか。いや、やめよう。ここでやめようか。やめた方がいいな。せっかくセーブされてるもんな。ここでやめるわ。ごめん、ちょっと待って。場面変わったらやめる。あ、よっと。で、ここでじゃあね、ごめん。すげえ。いいとこの前だけど、ここで終わるわ。じゃあ、あざした。